どうし、だからカート持ってこいっつったのに。こいつは絶対人の言うこと聞かない。だとでこうこうするんだ。あれカート入らないよ。入ります。絶対ダメだよ。斜めになったっていいじゃん。水物買ってるからさ、ビール、まあビールなんて持ってきゃいいや。今日3人いるからいいか。もう家で今日は寝るぞ、うん、風呂入った後に、うん、じゃあ行きますよ、うん、ここじゃあ風呂直行だね、うん、何でこんな腹減ってんだろう。え、腹すいたの。よく噛んで食べないからだよ。いや、違う、そういうのじゃないと思う。なんかめっちゃ腹減ってんの。お前、勤めにそっくりだな。お前も長生きするな。めちゃくちゃ腹減ってんだよね。運動してきたの。なんかしてないよ。全然お腹すかないんだけど、うん、改便だしな。いつもさ、一時うんこばっかし出て病院に相談に行ったんだぜ。なんで。そしたらね、大腸検査しましょうって言われた。あと一言も言ってません。そうじゃねえか、松下さん言って。あとどんぐらいで着くのこれ。こっから近い、うん、10分だな。あ、近かった。週一帰る時もさ、あの石窯フランス買ってか持って帰れ。パン、こんなに美味しかったら。うん、いや大丈夫。高木のちょっと高いけど美味しいんだよ。おちょんちょん。まさみちゃんが松江寿司でみんなで一杯やろうって言ってたよ。いつ？昨日。昨日かな？言ってた。どのシーズンで？え？いや今、今日、今回。あ、本当？うん。じゃあ行こうよ。違うの？燃やしてない、燃やしてない。見てこっちもほら。あの山なんて山か知ってるかい？エチャース山、うん、カムリキ山、オバステ山。いつもここ行くと同じこと言うの。オバステ山ってみたい。これオバステ山なんだ。バーサンステールとそんな低いんだね。そっちの上の山の上。だってバーサン背負ってそんな高い山登ってきてんじゃねえか、お前。ほらほら、車が釣ってんじゃん。あれが中央道。野球めちゃくちゃ綺麗なんだ。サービスエリア。そこ寄ってきたのか。いや、もう寝ただけ。寝ただけ。うん。寝てるっつって電話来たもん。1時間2時間ぐらいずっと寝てたか。そうそう、寝た方がいいんだよ。事故起こすこと考えれば、うん、だから昨日寝れなかった。だから途中から電話よこせって言ってんのに、起こさないから私にかけられるようなことになるんじゃん。かけたよ。チンチョンって知ってる？
知らないか。知ってるよ、お笑いでしょ。そう、その2人がやってる。シソンヌ二郎の2人が。コロナになってからさ、あのお笑い芸人使うのってすごい安いんだってな。あ、そうなんだ。だからもう垂れ流しでもあんな奴ら見たくもねえよ、面白くゲームで。もう中も記憶出てるよ。もう中あの看板おかしくね。上なんだな。面積なんかもうちょっと考え。ちょっと余白が多すぎるね。何がある。なんでこんな余白こんなの。余白ありすぎでしょ。私ほら知らないからさ。うん。私も一人じゃん。あ、なんか鶴屋のトラックこんなとこにもね。運搬業。鶴屋さんって最初できたの軽井沢からなんだってね。長野でしょ。そう、東進から出てきた。てか長野しかないでしょ。魚屋さんだったの。あ、そうなんだ。うん、だから魚新鮮なんだよ、そこは。長野には一番のしてる。真っ最中の時もすごかったよ、列組んでて。うちで食べるじゃん、出てかないで。相当儲けたよね。釣り屋さんで時給良さそう。え、同じだ、900円。あ、そうなの。うわ。ディズニーランドのキャストもめちゃくちゃ安いって言うじゃん。うん、これで厳しいんだってね。うん、なんさっけ。ディズニーランド行きたい？いや、疲れるから。私も大して行きたいと思わない。あ、吉野が出てきた。吉野山、峰の白雪踏み分けて、入り西人の後そこへ敷き。一日も教養ねえから誰が歌ったのか知らねえよ。 なんて会社だったっけな。おい、人のこと聞いてみる。忘れちゃった、スタッフのやつ。え？スタッフのね、会社があるんだけど。お父さんって髪の毛染めてるなって数字すぐ分かる。うん。え、分かんないでしょ。分かんない、分かんない。ねえ、うん、だって稽古の時の父ちゃんは黒くするとしたら無事かないじゃん。なんて言ってな、名前、会社名の名前忘れちゃった。会社、あ、オリエンタルランド思い出した。それが、うん、それがディズニーランドでスタッフの会社の名前。めちゃくちゃ時給安いっていう。あんな帰ってふわーっと当たってくせに。で、8割9割はホモ。え、8割9割はホモ。ホモで聞いた。ホモ、ホモ、ゲイ、知らないらしい。まあ、大体ね、男でああいうあの芸術関係走るのってそういう人がいる。うん、ダンサーとかさ。うん、男性のバレリーナっているじゃん。うん、あれってこんな綺麗な顔してて惚れちゃうわと思うんだけど、もうそういう人多いんだろうな。氷川きよし。だから大谷はそう言われてるじゃん。そうやって言われてんだってな。うん、氷川きよしもなんか女になっちゃった。ずっと抑えてたんでしょ。お胸も出ちゃったじゃん。え、俺も注射するんだよ。リューチェルもお胸が出ちゃったじゃん。結婚して子供産んじゃったのね。それ自分で抑えられると思って結婚したけど、やっぱりダメだった。セリフのシャットだよ。すげえ叩かれてる。
しかもすごいなんか美談かかって語ってたらしいよ。でもさ、相手の彼女が納得してんだから、ああだこうだ言う必要ないじゃん。まあね、はい。